ナンバー4、パー3、150。3人超え。アンベー取ったな。あら、ちょい手前上がりすぎだ。やったり割る。なんかダフったって。だった前に蹴らっちゃいました。うん、ナイスドロー。筋でナイスオン。よし、20ヤードぐらい。何アップすら。おっとい。おお。ナイスだ。平間は曲がらず。リッキーは曲がる。やっぱりフックが。お先で。いや、全盛期の青木みたいな。松山と。ええな、秀樹松山。なんか食べれ。俺独り言なってな。いや、あのね、8年前のウェア着てたらそうかもね。そういうことな。うん、ナイス。ナイス。はい。さあ、雨が降ってきましたが、5、508。うん、絶対エピックの方がいいね。これだ、ナイス。鍵うずよ。40ぐらいあるのかね。多分俺そんなに今当たり良くないから。うん、中でしょう。余裕。あざ。ナイスだね。3番でしょかね。すげえいい球だな。ナイスだろう。ねえねえな、これ。刻む？刻もうか。ナイスです。まあまあまあ、じゃあナイス、ちゃんと巻いてたんで。3鉄だ。4鉄だ。上り200、230。5番ウッド。5番ウィッ。はい。なんでそっち行くの。久しぶりの5番ウッド。久々すぎて。残り200番、4鉄。まず届かねえんだよな、少し打ち上げ。手前。
フェードで鼻水から。フェードで脱ぐドローなんすよ。あれすごいんじゃない？微妙。多分カラーだな。あー、ちょっと右に。抜けたな。あー、木邪魔そうだな、次。あとで何がダメだか自分で動画見てください。いや、俺はこっちに逃げますから逃げてねえしもうダメだ俺このパンカー振り抜く振り抜く。緩んでるよ、インパクト。インパクト緩んでるよ。やばいね。OK、ナイスアウト。10ヤードすら。こんなにすらねえな。やろう。うん、アイアップ。今日まだバーディーないよ皆さん。みんなパーで満足これ入れて、ま、俺はなんならボギーで満足だバーディーチャンスいっぱいある。うまい。ナイスバーディー。あざす。ナイスバーディー。あざす。あざす。もういいです。何ダメか分からない。ヒロマさん10ダメですちゃんと外れてた大台バンカーもそうやってしっかり打ってください。いや、バンカー楽してくださいゴルフパー4 370。 いやもう俺のバンカー全部カットしてください。はい、カットしてよ。いやいや、勘弁してくださいよもうまっすぐだ。左はちょっと怪しそうだな。左は道路だね。明らかに白くんが見える。行きましょう。はい、あざバンと落ちてる。ドキーギルだけどね。耐えるぐらいの曲がりでしょう。うん、あの3本杉のあたり。巻いてこーい。全然いい。右ラフ。フェアウェイ。OK。いいね。手前だけどない損じゃないかな。おお、これだけど手前から手前へ残り95。やっぱり距離半端なんだよな。真ん中。あ、ちょっと抜けてんだよ。せっかくナイスタッチ取れて願ったナイスドライ。
バディ。あー、切れるなー。今日ずっとこれ。いやー、こっちも切れんのか。ずっとこれ。リッキーのマークらへんだな。うまい。うわ、曲がる、曲がるし。いや、でもそこで曲がるのはちょっと予想的に。これきついな。いや、中に変わり。まだおじいちゃん、まじ。ねじ込めず。ナイスボギー。はい、ねじ込む。ナイス。ナンバー7、パー3、140。140、8番緩め。あー、右下ベータ全然届いてるよ。多いですね。いやいや、手前手前。真ん中グレーだ。ドスンって右でも上がってきた。いいダウンロードですね。もうそのまま押し出しちゃったな。ないバンカー、うん、この高バンカー初バンカーです。もうちょい左が距離。ナイスナイス。30ぐらい。あー、入った。 OK OK、 ナイス。ナイスコロコロ。コロコロしすぎだな。オーバー。ういー、ナイスタ。ナイスタでもねえな、結構いったな。結構いきましたね。オーフック。連続から曲がんねえんだ。感じいいんじゃない？いい感じない？マスター。どういうパイ？ダメ、ここは腕ね。ナイスパー。アザス。いいか。アザス。いい、ナイスボ。ナイスボ。雨耐えるかな。ナンバー8、パー4、345。ナイスショー。ヘイショー、真ん中左。すごい。大粒だもん、雨。ピン手前100。右行けそうになってますね。
いい。足ぐらい腕出れば。おー、ナイスオン。ナイスオンです。それでもミニなんだな。あざっす。ナイスオン。うん。ライスだな。フック。ナイス。惜しい。オッケー。ナイスナイスでパス。オッケー、オッケー。はい、あ、あ、ラスト。あの橋が名物ホールだな。池越え9番パー4393ラスト。マンブラない。マンブラない。おわ。巻いたね。巻いて巻いて。ギリギリのラインだね。だな、バンカー左だな。行き過ぎだ。出た。ギリギリセーフ。オッケー。ナイスオー。155ピン真ん中打ち上げ。7鉄しっかりめ。ミニプーシュ。見えねえわ。短い。ナイじゃん。もう一個バーディー欲しいで。5.5 強めフック。うん。パーでした。ナイスパー。ナイスパー。あーだ。あれ。うーい。ナイスした。オッケー。お、打った。いや、右。右に打ち出す。オッケーオッケー、ありがとう。よし、あとはちょっと落ち着いてからだな。あら、よっと、よいしょ。うん、ただいま。はい、ということで、風呂上がりでございます。あのですね、雨が思ったよりも強いので、アフタートークエンディングが取れなかったので、平間さんたち帰りました。ということで今家で一人で撮影ということになるんですけども、まあ、軽い結果発表やってしまおうかなというところでございます。はい、結果発表になります。まあ大体意地絡みでもらった人は大体わかると思うんですが、高野市43、38、81点、パターが16、15、31パット、
平間さんが椿52、さつきが50、トータル102で、リッキー椿が46、さつきが48で94という結果になってきました。まあちょっとまだスコアの前後はあると思うんですけども、編集して字幕でここに出てると思うんですけど、このスコアが本当のスコアです。バタバタのまだ撮影だったんですけども、高野市の反省点はドライバーは最初ちょっと左の方さえ行ってらったけど、途中からコントロールはできたのでまずよしとして、まあ3週間練習なしの前日車中泊で夜釣りに行ってました。まあ俺は釣りしないんですけどね。まあ息子氏と嫁氏が車中泊したいということで、夜釣りに行く家族策をついでって一緒に釣りをするということで、車中泊してその足でゴルフ場さん送ってもらってゴルフしてみたいな。で3週間も練習なしだったけど、このぐらいのスコアにまどまった。まあでもな、フロントティー、レギュラーティー、椿はやっぱちょっとバックからだと距離が長いので、バックから回ってどう変わるのかなという感じなんですが、まだ桜コースというのをコースがあるので、そこはまだ改めて回りに行って、その時できれば許可もらえればバックから回ってまた再度レビューみたいなことをしたいなという考えであります。で、平間さんドリッキーなんだけど、遺言を預かってきております。平間さんが、全部練習頑張りますと。で、100点打ったのもだいぶ久しぶりだったみたいで、まあ、せっかくちょっと遠くからね来てもらったけど、来てもらったからかな、一平打って帰ってもらったということで良かったんじゃないでしょうか。どうですか平間さん。平間さんはまずあと一番バンカーだな、バンカーも頑張りますということで英語を入れたので、まあ次動画さ出てくれる時にはきっと平間プロになって帰ってくることと思います。まあ東北高校で一緒だったんですけど、東北高校の野球部に所属して、でまあ途中からちょっとソフトボールとかさ編入しちゃったのかな、編入っていうか編入部わからねえけど、まあとりあえず野球やってらったので、体幹とかフィジカルとかそういう面ではやっぱしっかりしてるので、まあでも最近はちょっと仕事が結構忙しかったみたいで、練習が少しおろそかになってたと。で平間さんは、まあ、今日ちょっとクラブ紹介もあんまできねえで終わっちゃったんだけど、結構クラブが大好きで、まだそこをちょっと細かく紹介できる日が来ればなと思っております。でまあリッキーはドライバーがちょっと苦手なのかな、まあドライバーあんまり使わなかったっていうことでドライバー練習しますとだけ言い残して帰りました。でまあコロナが明ければ俺も仙台の方さ行ったりとかして、久しぶりに周りでコースとかがあるので、まあその時まだ平間さんなり、あと他の東高校ゴルフ部とかでも出てける人がいれば一緒に周りでなという感じで、まあ今後に行きたいということですね。で椿台はやっぱりフロント柄だったからあんまり感じ願ったけど、俺の中ではバック柄だわ、すんげー長いコースなんだよ。確かフルバック、バック、どっちが柄かの7000ヤードオーバーなんだよな。と途中で第2弾だったか第3弾だったか忘れたと思う。やっぱフロントとバックのその差が80ヤードとか、多分多くて80から100ヤードとかあると思うんで、だから全然違うゴルフ場になるっていう、俺の中での印象は。だから今日はまず81点高で収まってきたけど、バックから回ればまだ違ったコースに見えるのかなと。まあまだそこも含めで、桜も含めでいずれ行きたいなと思ってますので、まあその時まだ動画にできればという感じで、まずは椿台第1弾はこんな感じで終わりたいと思います。で最後な、上がり2ホールぐらいで雨ドラーっと降ってきた時もあったので、ほんとバタバタな終わりになってしまったということで、まだちょっとね細部まで詳しく動画にできればなという考えでおりますので、まず今日の動画はそんな感じになります。ということで今回は椿台カントリークラブ、椿さつきコースの紹介でございました。へばな。